よ、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。キアナちゃんたら、こんな時にどこに行ったのよ。今回の崩壊は彗星の月光と関係ないですよね。なんだろうこの気持ち。キアナちゃんもブローニャちゃんも、そして艦長も、みんなを守りたいの。艦長、次の目標は何ですか？疲れたわね。早く帰ってお風呂に入りましょう。